オリタリークどこかに出かけられる予定、えっと、実家に帰る予定ではあります遠いですかそうです千葉なのでモ <laughs>、はい、ンキーパークのサンリオのイベントに行くもんねうん、行く誰に会いたいんやったポチャコとクオミちゃんとオタキシードさん楽しみやろ近場ですけど、まあ県内のボッカの里とか行きたいなるほど、行きたいとこあるとか だ今週末から始まるゴールデンウィーク家族で旅行を計画中の方も多いのではないでしょうかしかし子連れ旅行にはハープニングもつきもののようで新幹線待ってる間に上の子がお漏らししちゃってすごい大変でした 下の子はおむつ履かせて紙袋を引いて <laughs> 着替えを忘れちゃってそれでもう第3時おむつ外れたのに油断しました結構低めのベッドでだったんですけど寝ながら夜中三回ぐらい子供転がってっちゃって <laughs> あベッドから落ちちゃったあそうです,ですか転がってってそれでも爆睡してたんですけど<ー>せっかくの旅行 無理なく楽しい思い出を作りたいですよねそこで今回は町のママさんのお悩みを解決する方法を徹底取材まずは子供連れで安心して入れる旅館とかホテル決める時とかってどんな感じで選びますかホテル決める時はやっぱり子供が宿泊できるかどうか 子供のパジャマがあるかとか、なんかそういうグッズがあるかっていうのを一応確認して、まあ、なかったら用意していかなきゃいけないし。いや荷物は多いなって。多 <laughs>、はいですか。もしものことを考えちゃうと、結構荷物が増えちゃうっていう。もう二三個とか全然増えちゃいます。子連れで安心して泊まれる宿が少ない。そして荷物が多すぎる。 そんな悩みを一気に解決してくれるホテルが名古屋にありましたその名も親子ホテル中を覗いてみるとあすごくこうおしゃれでスタイリッシュな雰囲気の室内ですねはいありがとうございます室内は赤ちゃんがハイハイできるカーペット式さらにそしてここにねずらりと並べられているこれは自由に使っていいんですかはいあのー ここにあるものはすべて自由にお使いいただけます。サイズごとのおむつと、あと月齢ごとの離乳食、あとまああのノンカフェインも含むあのフリードリンクといいますか、<ー>ドリンクです。実はこのホテル、おむつ使い放題、離乳食も食べ放題。他にも子供用の食器や、ルームウェア、 おももちゃも多数用意されていて自由に使えるアイテムはなんと20種類以上。荷物が多くなりがちな親子が手ぶらに近い状態で泊まることができるんです1歳の誕生日プランで宿泊した本田さん家族に話を聞きましたこの子の,あの1歳誕生日のケーキも置いてあったんで。うん

子供の服とかこの場で洗っていけるので手荷物が減らせるっていうのは結構良かったかなっていうところですねどれくらいの荷物でいらっしゃいましたボストンバッグ2個だけで来て、ねうん、すごい満足度でいうと100点満点中何点ですかもう100点だよね <laughs>、うん、さらに親子ホテルではこんな工夫も このソファーの低さ。はい。これは親としては嬉しいですよね。<laughs> そうですね。高いと危ないですので、怪我のないようにローソファーを入れております。そうなんですよ。子供はやっぱりこういったところに上がりたがるので、はい、そうするとこうつると滑ってね、この辺りから落ちたりとかっていうの。あると目が離せなくなってしまう。はい、他にも段差に照明がついていたり。机の角にクッション材がついているなどの配慮は。 まさに子連れで安心して泊まれるホテル。本当にすべての困りごとに対応してくれてますよね。<laughs> はい、あの、あの、本当お母さんにストレスのない。そんなホテルにしようと思っております。親子ホテルは一泊四万四千円から。八人まで同じ料金なので。大人数で泊まるとよりお得になりますよ。子 <laughs> 連れ旅行の困りごと。続いては。 新幹線乗るときとかさ、時間長いとすごい地獄だ。車だと渋滞が一番心配ですかね。どうしても車飽きるので子供はどうやって過ごすのがいいのかなっていうの、どの時間に移動するのがいいのかなっていうのありますし。子供がぐずりがちな移動の悩み。アドバイスをくれるのは一歳の双子に。 八歳と六歳の長男長女を連れて、年間六十カ所以上にお出かけする竹中ゆかりさんです。どれくらい旅行っていうのは行かれてるんですか。うん、泊まりの旅行は月一二ぐらい。<laughs> 月一二。普通のお出かけは週一では行ってます。<laughs> でも毎週末どこかに出かけていて、二週間に一回くらいは泊まりの旅行をしてる。 最近,は最近はそうだね,言ってるね上の子と下の子が年齢が離れてるので7歳違うので上もう下の子が今のこの子ぐらい小学校に入ったぐらいに上の子が中学生になっちゃうのでもう部活とかあの友達付き合いとかになっちゃうともう家族で行ける時間ってすごい少ないなっていうのを主人と話してて行けるうちに行けるところに行こうっていうのでお出かけし始めたっていうのが大きいですかね。 そんなゆかりさん直伝子連れ旅行の移動の極意とは遠い場所に行くときは深夜出発 <laughs> 深夜ですか深夜出発しますね <laughs> なるべく道が空いててなるべくこの子たちも寝ててくれて平穏にじゃないか行けるように 深夜出発はしてますこちらが先月に行った関東一泊旅行のスケジュール午前3時半に出発すると子どもは4人とも再びすやすや横浜までの車移動6時間のうち5時間は寝てくれたそうで子どもは静か道も混まない時間帯に移動できさらに朝から目的地を楽しめるという一石三鳥なんだそうです。 深夜出発っていうのは、ね、<ん>あまりこう視点としてはなかったかもしれない。<laughs> <か>うん、それは子供が素直に寝てくれますよね。<laughs> そうですね。眠たいので。で <laughs> 続いての極意、その2は休憩ポイントの選び方について。どこのサービスエリアで泊まろうかなとか。この子たちが、動ける場所があるか。なかなか最近、本当にサービスエリアでもキッズスペースとかがあるところもあるので。 サービスエリアは立ち寄る場所っていうよりは、うん、結構しっかかかかりとと時時時間間間を過ごすすす場所でらら半ぐいいいはいるかなと思います休憩先を休むだけではなく <laughs> 子どもを遊ばせるスポットとして考えることが大切なんだとかいかにこの子たちを動かせて移動時間に寝かせるかっていうのは <laughs> 考えて遊ばせてます。 ここでゆかりさん大絶賛立ち寄り先としても目的地としても楽しめるスポットを福井県から道の駅南越前3階入おととしオープンしわずか9か月で来場者100万人を突破した大人気の道の駅で子供が大好きな巨大滑り台やふわふわドームも。 本当にこの子たちが遊べるようなキッズスペースがすごい広くあってでお外に公園もつながってるのでもうほんといかにも関東方面に行くなら静岡の足柄サービスエリアなどが遊べる休憩ポイントとしておすすめなんだそうです迷ってるなら是非お出かけに行ってほしいなと。 思います、ね、なんとかなります本当に。うん